こんにちは、チャペチャピックの大浦幸子です。ここにこの間来てくださったお客様の中に、2015年ぐらいからの昔の私を知っててくださった方が来てくれました。その時の私は今ほど忙しくなく、でも一生懸命、制作に励んでいた頃です。その時の私の、無垢の木で、そして優しい色を組み合わせた、子どもの学習机とか、ブログにもたくさん書くことがあったんですが、そこに共感してくださって、でつい先日アトリエに来てくださった方がいます。その頃の私を知ってくださっているので、今の私の活躍ぶりを見て本当に喜んでくれました。その姿を見て私もわあ、本当に途中でやめないで頑張ってきてよかったなと思いました。でその方も私のように動画を頑張りたいと言ってくださり、すぐに翌日行動に移して、自分のブランドの商品のイメージ動画を撮影されていました。すごい、私も役に立てて嬉しかったです。これからも皆さんのペイントだけじゃなく、皆さんのお役に立てることがあればなと思って頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さん、これからもアトリエに遊びに来てください。レッスンにも来てください。お待ちしております。